皆さん、こんばんは。ツーリップリンセスです。皆さんも、あゆの塩焼きは召し上がりましたでしょうかえ母が、あの、あゆの塩焼きが大好きでして、あの、こちらをちょっと楽天の方で買ってみました。林屋っていうところのあゆの塩焼きです。もうこんな感じで、 あゆが、これ炭火焼きなのかななんかもう塩焼きになった状態で開けてみて驚いたんですけれども、もう焼いてあるあゆが送られてくるんですね。それを、えっともう、あのー、お魚グリルでちょっと焼き直しまして、こんな感じでいただくことにしました。正解でしょうかわ <laughs> からないけれども、 あのー、もう焼いてあってね、そっかそっかと思って、あ、こんな本当に、こんな感じで届いて驚いたんですけども、焼き直しました。はい。で、こちらですね、こんな感じでなんかもう焦げ目もついているような状態です。それに、えっと、朝作りました、えー、キャベツの炒め物ですね。こちらと、 あと、こちらは、えー、新鮮豆腐です。第一宅配で買った新鮮豆腐の半丁ずつのパックになったもので、木綿です。これに、お醤油は、えっと、森田醤油の、えー、生醤油っていうのがあるんですけれども、これも第一宅配から届いたので、この生醤油と、あと、九条ねぎの刻みと、無双の生姜チューブで、冷ややっこにしました。鮎の塩焼きと冷ややっこ。 はい。そしてなんかね、塩むすびが食べたいなと思いまして、あの、あゆの味を邪魔しないように、もう今日は詰め物をなくしてシンプルな塩むすびにして、おのりで、なりきおのりのおのりで巻きました。なりきおのりも第一宅配のものです。えー、でも多分楽天とかでも売ってると思います。で、こんな感じで、えー、っと、あゆの塩焼き。 やっぱりまあ、鮎はね、でも普通の本当に生の鮎をできれば買ってきて、やっぱり一から焼いた方がより美味しいんじゃないかなって気もしましたけれども、でもこちらもね、あのまあ、美味しくいただくことができました。こんな感じで。 いいですね。<laughs> すごい、こう、夏に、暑い日なので、こんな感じで、鮎の塩焼きと、ね、キャベツとね、木綿豆腐の冷ややっこと、おにぎりでさっぱりといただくのもいいんじゃないでしょうか。ねえ、なかなか風流な夏のお夕食になりました。ねえ、美味しかったです。じゃーん、ユ。 ねーでもやっぱ焼きたての方がより美味しいかな <laughs> っていう気はしたんですけどもなのでいろいろ調べてなんか和食のお店とか料亭みたいなところとかもねあゆの塩焼きないかなと思ったんですけども意外とそういうところで食べると結構お高めのコースにしかつかなかったりもしたのでどうしようかなと思ってちょっと今回はお取り寄せにしてみましたじゃーん じゃんじゃんじゃーん。動画を撮りました。<laughs> 動画の方がなんか美味しそうに見えるかなと思って、動画も撮ってみました。ねこんな感じで。ね皆さん、ねえ、鮎の塩焼きはお好きでしょうかねすごくなんか母がね、すごい鮎の塩焼きが好きで、母はこう、あの、た、な、たでず、た,たですっていうのかな あれにつけて、あの、あゆのなんか専用のお酢があるんですけども、ちょっと青みがかった。それにつけて食べるのが、あの、好きなんですけれども、ちょっとね、タデスが、あの、なかったので、あ、閉まったなと思ったんですが、で今調べて、またすぐ取り寄せようと思ったんですけども、あのタデスにね、着色料の青色なんとか号とか、ちょっと危険そうな、 あの着色料が入ったタデスしかちょっと見当たらなかったのでまあもういいかと思いましてまだねあと何匹かあるのでまあもうこのまま本当はタデスをつけた方が美味しいんだけどちょっと着色料気になったのでこのまま明日もいただこうかなと思います。今夜の私のお夕食でございました。